米大リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース208パドレス、6日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、パドレスダルビッシュ有投手38が6日、日本時間7日、地区シリーズ第2戦の敵地、ドジャース戦に先発し、ポストシーズン自己最長タイの7回を投げて1失点の快投。大谷翔平投手との対決を3打数0安打に封じ、 2シーズンぶりのポストシーズン勝利を挙げた。初回、いきなり迎えた先頭打者は大谷翔平投手、30。カットボールとカーブを低めに連投し2ボール。3球目は低めにスイーパーを投げてストライク。4球目は内角低め94。8マイル、約152、6キロの直球で空振りを奪った。カウント2 2からの5球目。 外角に外れるスライダーで空振り三振に仕留め、第一ラウンドはダルビッシュの勝利となった。ベッツには左声本塁打寸前の当たりを打たれたが、左翼プロファーがホームランキャッチ。続くフリーマンの打席ではピッチクロック違反を犯したものの、カウントツーツーからスプリットで空振り三振に仕留めた。2回には連打と死球で無視満塁のピンチを招いた。ラックスに左儀比を打たれ、 初失点を喫した。なお一死一二塁でピンチをは続き、エドマンに一塁線へ強烈な当たりを打たれたが、アライスが候補。そのままベースタッチし一直併殺。大ピンチを一失点で切り抜けた。3回、先頭のロハスを中すぐに抑え、大谷との二度目の対戦を迎えた。初球のスプリットをファウルされ、二球連続ボール。外角低めへのスプリットを引っ掛けさせ、 1> 1頃に仕留めた2打席連続で徹底して低めにボールを集め、土軍打線最大の脅威を封じ、3回まで1失点でゲームを作った。4回を三者凡退、5回も1死からラックスに中前安打を打たれたが0点に抑えた。5回まで3安打1失点1四球3奪三振で、勝利投手の権利を得た。6回も続投し、先頭打者の大谷とこの日3度目の対戦。 フルカウントとなると、5球目のカットボールから急速差20マイル、約32キロ、の73マイルのカーブ、1175キロ、で遠ごろに打ち取った。6回までわずか69球だったこともあり続投。7回裏開始前に左翼ファンからパドレス左翼プロファーに向けビール缶などが投げ込まれ、進行が中断するアクシデントもあった。先頭の T、ヘルナンデスに死球を与えたが、 ドジャース打線に得点を許さず、この回限りでマウンドを降りた。7イニングで3安打1失点2四球3奪三振。ポストシーズンで7回を投げたのは、22年のワイルドカードシリーズ、対メッツ、同年リーグ優勝決定戦、対フィリーズに並ぶプレーオフ自己最長だった。シルト監督は、彼は素晴らしかった。打線全体に対して、大谷も含めて、 非常に良いピッチングをしました。彼に大きな賛辞を送りたい。7回まで集中を切らさず、あのイニングを投げ切った。非常に重要なことだった、と称賛。低めに集め、急速にも差をつけ、大谷を攻略したことに、ピッチングとは打者のバランスとタイミングを崩すことだ。y u はそのタイミングとバランスの駆け引きが非常にうまく、彼は今日、 見事に打線全体に対してそれをやり遂げた、とベテランの大仕事に再敬礼した。今季のポストシーズンは初登板のダルビッシュ。ポストシーズンは22年以来2年ぶりの登板で、これまで11試合に登板して4勝6敗、防御率4、19の成績を残している。今季は個人的な事情による制限リスト入りなど離脱期間も長く、16登板で7勝3敗。 防御率3.31ブレーブスとのワイルドカードシリーズはベンチ入りしてブルペン待機したが2戦連続で出番はなかった。